おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ303ですね。はい、今回ご紹介するのは、前回までご紹介していたセイントクロスマイズ EX の、ジェミニサガのとりあえずこちらジェミニのクロスですね。はい、こちらの方をここの組み立てまでご紹介しました。ということで、今回はこちらの、オブジェ形態から、順繰りですねバラしていって、素体であるこちらサガですね、こちらの方に組み替えていくのと、あと付属の別パーツですね、そちらの方を使いつつ、まあ、ちょっといろいろやっていきたいかなと思っております。はい、では早速こちらバラしていって、順々に組んでいきたいと思います。はい、ということで今バラしていくんですが、まずですねこちらですね、こちらここごと外しちゃおうか。まずこれこのセットですね、このセットが足となりますね。足でこっちが逆に腕の組ですね。まあ肩はまあついてますけど、基本的にはこれで組んでいきます。ちょっとこっち使わないので外してしまって、まずこちらからまず一旦パーツを全部外してちょっとここに置きたいと思います。はい、使うパーツ一応並べました。一応こっちが左足の分ですね。でこっちが右足です。でこの両サイドのこちらですね、このパーツは実はですね、あの前回のオブジェを組んだ状態のやつを見ていただくと分かるんですが、こちらですね、これ腕パーツと言いましたけど、ここの部分ですね、ここの部分が実は足パーツの部分から、持ってきてますので、まあ、ここもちょっと取り外してここに並べてあります。はい、ではですねこちら組んでいきたいと思います。まず、まあ、基本ですね、セイントクロスシリーズ共通なんですけど、この足首を引っこ抜きます。そして下から、順々に刺していくと、太もも用のパーツ、そして膝、はい、そしてふくらはぎといいますか足の部分入れて、さらにこれが先ほど腕についてたやつですね、これを取り付けて最後こちらで締めてあげると。はい、これでもう片足は完成です。で同じ要領で反対の方も、行っていきます。はい、もう反対の足も行いました。でこの状態でも、足ですねは、はい、こんなに曲がります。多分昔の状態だと多分こんなに曲がんなかったと思います。なので、まあ、非常に可動に特化したモデルといいますか、進化している形ですねとなっております。 EX は、はい、では今度腕のパーツですねをこの辺にまた並べていきたいと思います。はい、腕のパーツがこれですね。一応これが腕、ここが二の腕で、これが一応クロスをつけた時用の手首です。これ以外に平手がこういう感じの手首と、あと指差しと言いますか、まあ、これ必殺技っていうか技の時のやつですね。それ以外に一応こう指をこう開いたような手首と、こういうのがあります。でここの手の甲ですね、こちらに、クロスオブジェ形態ですねの時に、一応取り付けたこの手の甲、もともとついてたつけたんですけど、ここから取り外したやつがここにあります。それ以外にも一応予備で、左右1個ずつついております。で結構これですね、オブジェ形態の方から取り外すのを忘れそうなので、ここの部分ちょっと忘れないようにした方がいいと思います。はい、では早速腕つけていきたいと思います。まず腕ですね、このこちらの通常の手首、こちら使わないので外してしまいます。そしてまあ足の時と一緒ですね、二の腕入れます。そして腕の方を取り付けて、よいしょ、手首と入れます。そしてここの手ですね、手の甲のところにこのように取り付けてあげると。はい、まあ、腕の基本としてはこんな感じですね。はい、なので、付け方は基本一緒です。なので反対も同じような要領で行っておきます。はい、両腕付け終わりました。で、先ほど最初に付けた付け方とこっち変えました。で最初のやつだと、あのすだちの状態だとやはりこの肘の部分がよく見えていいんですけど、腕の可動がちょっとやっぱり支障が出るので、この形にちょっと変更しました。はい、ではですね、あと残りこちらオブジェ形態の腰
ボディ、そしてヘッドですね。それを、まあ、また同じように並べておきたいと思います。はい、一応これが残りのパーツすべてです。この広がってるこれが肩ですね。でこれが頭、これが腹ですね、腰で胸の部分となります。ではつけていきます。まずですね、腰を先につけたいんですけど、先に腹ですね、お腹のボディーパーツ入れます。でこのパーツ入れにくい時がこうありますね。こう入らないという時は上半身をこう上にスライドしてあげることができます。まあこれによってこういうふうに上半身こう稼働させることができます。はい、まあ、一応今回こう下げていきますね。そして今度腰回りをつけるんですけど、腰のここのくぼみですね、こちらの方にこの腰のパーツをまあはめていく形になるんですけど、フロントアーマーのパーツを取ります。そしてこれをガバッと開くと、この中央の突起ですね、この突起が背中、まあ腰の部分ですねの穴に入るように入れてあげると、ちゃんと正面がこうぴったりこう収まります。そしてここの正面の前の穴ですね、こちらの方にこう刺してあげると、これで腰アーマーはつきました。はい、そして次ボディですね。よいしょ、こんな感じで着せてあげると。はい、でこの状態だとオブジェ形態の時と一緒なので、この背中に空いてる部分にこう本体との取り付けパーツですね、これを取り付けて、まあ、固定してあげますよと。はい、これで固定になりました。はい、であと肩アーマーつけて、カブとカブして、まあ大体終わりって感じですね。はい、ここに棒があります。ここの部分に肩アーマーをこのように取り付けて、あと、まあ、ある意味蓋を閉めるようなイメージで取り付けてあげると。はい、一応これで、ほとんど取り付けは完了かな。あと兜って言いますか、まあメット、これをかぶせてあげれば終了となります。でこちら取り付ける際には、髪の毛ですね、こちらを全5で割ってあげると。はい、この状態にします。してこの状態でまあかぶせてあげるんですけど、まあついでだから表情パーツですね、こちらを取り外して、数種類あるうちの一つ、こちらです。まあ通称謎男フェイスですね、こちらでつけてあげた方が、まあメットをかぶってる状態だと、まあ、一番しっくりくるのかなと、こういう状態ですね。はい、でまあその際この後ろの髪の毛外してあげた方が、まあ、特に謎男感が出るかなという感じですね。メットかぶってる時はこちらの方が似合ってんじゃないかなと。で当たり前ですけど、通常のこの表情パーツ、あと目閉じてる顔とか、あと方向フェイスですね、こちらにしてあげることもできます。まあいまいちイメージがないので、メットをかぶるときはこれが一番ベストなのかなと思われます。はい、ではちょっとメット邪魔なんで取っちゃいます。で先ほどの方向フェイスにちょっと変えますね。はい、この方向フェイス、さらに後ろ前髪、はい、こんな感じで方向フェイスにすることもできます。はい、であとこれにポーズ決めたりとかしてですね、まあ、手首の交換も最初の方に取り付けましたけど、手首を外して別な手首つけて、手の甲のパーツを取り付けてあげるという形で、はい、手の交換も可能と。そしてさらにですね、まあこちらのサガ、悪のサガですねとなった時には、まあ、髪の毛の色と瞳の色がちょっと変わります。それを再現するためのパーツがこちらですね、このグレーの後ろ髪、前髪、さらに後ろのこのロングのこちらですねのやつ、さらに
目の色が変わってるこの顔ですね、こちらにすることができます。交換方法は基本一緒ですね。まあ変えちゃいますか。一旦ちょっと頭部を引き抜く必要性があります。それはですね、この後ろのこの髪の毛のパーツがこうリング状になっているので、一旦首を引き抜いて別なこちらをここに仮セットして、はい、後ろをこのように変えました。そして、前髪、後ろ髪、そしてこれ佐賀のフェイスパーツなんで外してしまって、この目が赤い表情パーツですね。まあ当然この状態でこのメットかぶることもできます。はい、この状態にして後ろを取り付け、そして最後にこう変えてあげると、はい、この状態にすると、悪の佐賀ですね、はい、この状態にすることもできます。でさらにですね、あの背中、まあ悪の佐賀この時はマントつけてないんですけど、この背中の三角パーツをこう取り外してあげると、ここに空間ができます。はい、そしたらですね、そこのところにこういうプラ製のマントです。旧マイス。古いバージョンですね。そちらの方は何て言うんですか、布と言いますか、ビニールと言いますか、そういうタイプだったんですけど、このプラ製のマントで固定してあげることができる。まあ、ある意味、こうすることによって、まあ、ベースがなくても、こう立たせることができると。まあ、やや、反り気味にはなりますけど、こんな感じで立たせることもできますと。はい、それ以外に、ご紹介していたこれが初回特典のギャラクシアンエクスプロージョンのエフェクトパーツですね。こちらの方も組み立ててあげると、まあそういうような形になります。はい、組み立てたのがこういう形になります。でここですね、ここに穴開いてまして、まあ魂ステージとか、このセイントクロスマイス EX 専用のベースのアームとかですね、それを使ってこれで空中にこう浮かせてあげることができるというエフェクトパーツですね。こちら初回生産限定、バンチがついてないらしいですが、再販されてないので、まあ買ったらもれなくついてくるみたいなもんかなっていう感じです。はい、ということで一応、セイントクロスマイス EX の佐賀ですね、こちらの方は大体こんな感じで紹介は終了になるかなと思います。はい、こちらの方もやはり今後ですね、過去にご紹介した、レオアイオリアのゴッドクロスは一応ゴールドセイント12人全員がゴッドクロスになるという話らしいので、後々多分出るはずなんですね、そのジェミニのゴールドクロスのゴッドクロスバージョン。その時にやはりこちらのそのゴッドクロスになる前とゴッドクロスになった後、やっぱり両方並べたいと思うんですよね。なので、やはり再販が非常に望まれているかなと思います。はい、一応私の方はこう所持しているんですけど、やっぱりまあちょっと高騰していて、まあ、手出ない人にとってはちょっと辛いのかなと思いますので、まあ、非常に再販が望まれておりますので、どうか出てほしいと思っております。出ればはもしかしたら私も買うかもしれないですけど、はい、一応こんな感じで紹介は終了となります。はい、一応次回ですね、次回はまたセイントクロスマイス EX の、ある意味弟が登場します。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。